永井信光は日本の元アナウンサー、放送記者、毎日放送所属、同志社香里高等学校を経て同志社大学を卒業後、1983年に毎日放送に入社。アナウンサー時代は MBS ヤングタウンやアドリブランドなどを担当した。その後報道に展示、デスクやマニラ市局長などを務める。 1998年からメディア関係の仕事に移り、2011年の地上放送デジタル化に向けた広報活動を担当した。近畿広域地上デジタル放送推進協議会広報部会長としてデジアナ変換サービスの円滑な終了に多大な貢献をした功績により、2015年に平成27年度の電波の非近畿総合通信局長表彰を受けている。 2013年当時は放送経営戦略室チーフプロデューサーの職にあった。2014年5月より経営戦略室エグゼクティブとなる。2020年現在は役員室所属としてアドリブラジオに出演することがある。ABCDE 放送を考える海外17回テレビのこれからから進む放送と通信の連携。 関西民放クラブ本人 Facebook 平成27年度、電波の日、情報通信月間記念式典を開催、総務省近畿総合通信局、電波の日近畿総合通信局長表彰、総務省近畿総合通信局、人事、毎日放送。日本経済新聞。 h t t p s w w w n i c k e i c o m a r t i c l e d g x n m s j t 4 0 3 0 2 t 2 0 c 1 4 a 5 0 0万2020年10月3日閲覧オンエア曲リスト2020年1月29日長井信光同志社大学生アドリブラジオありがとうございます